円墳大塚古墳、または、皆野大塚古墳は、埼玉県秩父郡皆野町皆野にある古墳。形状は円墳。埼玉県指定史跡に指定されている。埼玉県西部の美濃山勢六、荒川右岸の定位段旧最上段に築造された、大型円墳である。江戸時代の新編武蔵国風土機構に、氷の雨塚として、 当時すでに開口した石室の内部が記述されるほか、これまでに発掘調査は実施されていない。噴景は円形で直径約33メートル、高さ約7メートルを測る。噴球表面には円力の吹き石が認められるが、埴輪は検出されていない。また、噴球周囲には幅約4メートル、深さ約1メートルの周行が巡らされる。主体部の埋葬施設は、 両袖式の横穴式石室で南南西方向に開港する。秩父地方では有数の規模の石室であるが、洞窟に合っているため副葬品はつまびらかでない。築造時期は古墳時代終末期の7世紀、第2四半期頃と推定される。古墳域は1958年に埼玉県指定史跡に指定された。現在では石室内への立ち入りは制限されている。 石室内部主体部の埋葬施設としては、両袖式横穴式石室が構築されており、南南西方向に開口する。石室の規模は次の通り。石室の石材は変岩。原室の平面型は中央部が膨らむ遠張り形である。沿道入り口付近は破壊を受けているが、原室入り口付近は、門中、関石、鎌地一種が良好に依存する。 天井と奥壁は巨石によって構築され、側壁は下部に大型の割石を縦に、上部に小型の割石を小口積みにして構築されており、石の間劇には小石、石綿が充填される。壁石は持ち送り、ドーム状天井を形成する。床面には拳台の瓦石が敷かれる。ありがとうございます。